環境構築フリー&インタラクティブな相棒ブラザーカナの紹介っていう内容に移りたいと思います。カナっていう、ツールをちょっと今日は紹介するんですけど、どういったものかっていうと、細胞のブラウザーなんですけど、なんか既存の、細胞ブラウザーっていうのは、まあ、いろいろあったりするんですけど、なかなかこう使い勝手がいいものがなくて、まあ、その中でも、カナっていうのを最近知って、これはなかなか、まあ、僕にとって結構使いやすいツールだなと思ったので今日は紹介したいと思います。例えばこう自分がドライの研究者だとして、共同研究者のデータを解析しているとかいう立場だとして、で、まあ、データとしてはシングルセルで、ある細胞集団のシングルセルデータを取得したとします。で、まあ、この分野は、まあ、一般的な解析ワークフローとしては、スーラとか、バイオコンダクターとか、Python でいうとスキャンパイとか、そういったものを使うと思います。で、ある程度、こう、解析が落ち着いてきたら、その共同研究者にその解析結果を共有して、まあ、フィードバックが欲しいみたいな状況があると思います。または、まあ、論文化の目処がついたので、その解析結果を世界中の人に広く見てもらいたいみたいな状況が考えられると思います。でそこで、まあ、問題となるのは、まあ、まずその細胞を眺めるブラウザーの環境を構築する必要がある。というのが、まず挙げられると思います。まあ、データを読み込んで描画する、何らかのツールが必要なんですけど、まあ、その環境を誰が作るのかっていうことで、まあ、例えばなんか共同研究者であればウェットの人なんで、まあ、その人に、まあ、いちいちそのツールをインストールして環境を作ってもらうか、っていうのも大変ですし、また自分がそのブラウザを立ち上げるためのサーバー環境っていうのを構築して、まあ、運用していくっていうのもまた大変で、サーバーのそのメンテナンスみたいなのを、しないといけなくなってきますし、まあ、そういった環境構築っていうのが、まあ、まずネックかなと思います。あと、実際に使ってみて、いろいろ使い勝手が悪いなと思うのは、インタラクティブな、機能っていうのがなかなかなくて、まあ、なんか、遺伝子が発現して、それによってこう、細胞のクラスターが、できて、まあ、細胞型とか言いますけど、まあ、そういう細胞のグループみたいなのが、次元圧縮の図でこう見えたりしますけど、まあ、ここにいる細胞は何の、遺伝子を、発現しているのかっていうのを、そういう、遺伝子と細胞の関係性っていうのが直ちにはわからないので、それをこう GUI のツールでボタンをポチポチで、見ていくっていうのがなかなか、使い勝手のいいものが、ありません。あとは、こっちで解析した、内容とちょっとパラメータを変えてもう一回、解析をやってみたいみたいな、要望もあるかもしれないですけど、まあ、一から、まあ、こっちが一からこう、またやって、結果を返してっていうのをこう、やり取りしてもいいんですけど、まあ、なんかその度にこう、Excel ファイルをメールで送り返すような、流れができてしまうので、まあ、そういったのもなかなか大変だっていうのがあります。できれば、共同研究者にその場でこう、データを眺めてもらって、その人が知りたいことはその場で解決できると嬉しいと考えています。あと問題なのは、このアカデミアの業界の評価基準っていうのが、まあ、論文のインパクトファクターだったり、本数だったりでしかないので、まあ、なんかそのツールを作ったとか、使いやすくしたとか、ユーザーの要望に応えたとか、そういうことを、やっても、なかなか、それを評価してくれる仕組みがないっていうのが、まず問題になります。なので、まあ、こういう、細胞ブラウザの問題っていうのは、なるべくこう、その場で簡単に済ませられるのが望ましいと考えられます。で、既存の細胞ブラウザとしてどういったものがあるかっていうと、まあ、セルレンジャーを、シングセの解析だと、まあ、まず使うと思うんですけど、セズレンジャー自体に、まあ、性的な HTML レポート機能とかあるので、まあ、コマンド実行すると、まあ、こういうレポートを吐き出してくれるので、それを眺めるだけで、まあ、ある程度は、細胞はこういう分布になっているとか、まあ、いろんなクラスタリングを使うと、ここがクラスターになってそうみたいな、そういうのも、まあ、ある程度はわかるんですけど、本当にその簡易的な
解析になっていますし、で、まあ、それを、眺めるデスクトップアプリの別途 10X ルーペっていうのがあるんですけど、ただ、なんかこれここで眺める以上のことはなかなかやりづらいので、ちょっと微調整しづらいというか、拡張性がないみたいなのが問題あります。で、まあ、他にも、まあ、細胞のブラウザ、いっぱいありまして、まあ、詳しくはこの論文を読んでいただければ、どんなものがあるかわかると思うんですけど、まあ、キリがないですけど、まあ、なんか大規模なシングルセルのプロジェクトが運営しているようなところもありますし、オープンソースでやっているものもあれば、有償のツールもありますし、あとシングルセルの、公開データベースみたいなところは、運営しているものもあります。例えばですけど、まあ、フライセルアトラスというこういう細胞、シングルセルの、プロジェクトがあって、もうハエの全身の細胞を測りまくったっていうようなプロジェクトなんですけど、例えばヘッドっていう項目がここにあって、この、頭に関する細胞のデータというのをここで公開しています。で、このドゥームとか H5AD みたいなのが解析済みファイルになっていて、で、この下のプラットフォームってところが細胞ブラウザーになっているので、ここをクリックすると、こう、ブラウザーが立ち上がるんですけど、スコープとか ASAP とか、セル XG みたいなブラウザーが、ここで使えます。で、これは結構、多機能ではあるんですけど、結構環境構築が大変だっていうのと、なんか特定の細胞のアトラスとかデータベースと、連携していかないといけないで、まあ、第三者が気軽にこうサーバーを立ち上げてみんなに使ってもらうっていう、のをやろうとするとなかなか大変だっていう問題もあります。で、環境構築が楽なものとしては、まあ、スーラ系のツールとしてはアジムスっていうのがあって、スーラの解析済みファイルを、ここにアップロードして、ユーザーに見てもらうみたいなことがやりやすいんですけど、ただこのツールはかなりこう、機能が簡素で、なんていうんですかね、こうデータ統合、まあ、よくも悪くも、ツーラーのプロジェクトってデータ統合を目的している話が多いので、まあ、この、すでにあるデータに対してユーザーのデータをこの空間に遮影して、どの細胞同士がこう近いかみたいなのをやってもらうっていうのに特化した、ツールになっています。もうちょっと一般的に使うための細胞ブラウザーとしては、バイオコンダクターのパッケージでいうと IC っていうのがあって、まあ、こういうなんかシャイニーベースの、ブラウザーになっていて、こういうなんかいろんなパネルをこの上に重ねて、ユーザー独自のブラウザーを作れるっていう、まあ、メリットがあるんですけど、なかなかこう自分好みの、ブラウザーにしていくっていうのがこう、ボトムアップなので、まあ、そこの技量がない人はなかなか大変かなっていうツールになっています。で、ここで一回まとめると、多機能なものっていうのは、だから準備が大変で、環境構築が楽なものっていうのは、機能が少なすぎるっていうのがまあネックになっています。で、まあ両者のバランスがいい細胞ブラウザーとして、今日はカナっていうものを紹介しようと思います。まあ、詳しいそのカナのコンセプトとかは、まあ、YouTube 動画が出てたので、まあ、ここにアクセスしていただきたいんですけど、で、まあ、ウェブブラウザーベースで立ち上げるとこういうふうにこういろんな情報が一度に見れるようになっていて、次元圧縮だったり、個々の細胞や遺伝子に関わる情報だったり、なんかどっか領域を選択すると、その領域に関わる遺伝子の発現量だったりが見れたりします。まあ、際立った特徴としては、ウェブブラウザーベースで計算がクライアント側で行われるんです。JavaScript で書かれていて、なので、サーバーを、環境を構築するっていう必要がない
まあ、ユーザーがそこにアクセスしてもらえば、すぐ使えるっていうのがメリットになります。じゃあ、使い方を、ますと、まずここに、アクセスしますね。で、そうすると、こういう画面が出てきて、まあ、ここにカナのバージョンが、まあ、あるんですけど、まあ、この URL の先のカナは、常に最新バージョンになるように、向こうが公開しています。現在は、バージョン 3K です。で、ここに、4つ項目があって、一番上っていうのが、解析と描画をしたい人ですね。新しいデータをここにアップロードして、解析も描画もやりたい人はここで、クラスタリングだったり次元圧縮だったり、そういう解析した後のデータが手元にあって、単にその細胞を眺めたい、描画したいだけの人は、この2つ目の項目にアクセスします。で、常にこうデータがカナにアップロードされていて、それを、眺めてどういう使い勝手なのかを見たいっていう人がこの3番目で、あと、まあ、何らかの理由によって昔のカナを使いたい人はここにアクセスするという流れになっています。まあ、使ってみますかね。こういうところにアクセスしまして、カナバースのカナっていうところにデポジトリがあって、あ、ちなみに開発者は、JRM アンシェルラーって人と、アーロン・ドゥンっていう人で、まあ、この人は、バイオコンダクターのコアメンバーで、いろんな、インフラのパッケージ作ってる人ですね。ディレイドアレイとか、IC もそうですし、なんか結構基盤的な、まあ、なんか特定のトピックに特化したものよりも、なんかみんなが使うようなパッケージを作る人って感じですね。で、この人、私が作っていて、で、ちょっとわかりづらいんですけど、アプリケーションを起動するボタンがここにあります。クリッキングヒアって書いてあるので、ここをクリックすると、こんなページに行きます。今、なんか 3.0.14 みたいなバージョンになってるみたいですね。で、常に今、最新版がここでアクセスできて、じゃあなんか試しにこう、3番目のところをクリックしてみると、まあ、すでに向こうが用意したデータっていうのを、ここで見れるようになっています。はい。まあ、これが、まあ、細胞の次元圧縮の図で、TSNE と UMAP がここで切り替えられるようになってます。まあ、UMAP の方がこう凝集したクラスターが出てきやすいですね。すでに細胞にアノテーションがついていて、クラスター番号みたいなのがあって、ここをクリックすると、ここを選択することができますし、ここのセレクションをクリックすると、この細胞みたいなのをこう選べるようになってますし、アンテナは多分、この動かす機能ですね。はい。で、この右の方にあるパネルが、遺伝子の発現量とかをここで見たり、あで、ここにクラスター1っていうのが選択されているので、クラスター1に関わる遺伝子。これ消したいの。いいか。はい。が、ここで列挙されているので、例えばこれクラスター5とかにして、切り替わらない。ああ、切り替わってるんですね。ここで選ぶと、クラスター
に特異的に発現した遺伝子っていうのがここでリストとして見てくるみたいな、見てくるみたいな内容になっています。あとは、事前にジーンセットエンリッチメントアナリシスが行われていて、クラスターごとにこういう機能タームがエンリッチしているみたいなことが、ここで見れます。セルタイプス。これはちょっとよくわかんないですね。多分外部のデータですかね。で、ここら辺にこう、ギャラリーっていうので、こう、いろんな、これまでに解析した、結果っていうのをこう、閲覧することができるようになっています。あとは、これはログだし、パラメータ、各解析のパラメータっていうのはここでいろいろいじれるようになっています。クラスタリングをする上での、ニアレストネイバーだったり、クラスタリングの、アルゴリズムだったり、ジーンセットエンリッチメントアナリシスの、まあ、識位置だったりとか、まあ、そういった、パラメータはここでいじれますし、解析結果はここでダウンロードすることができます。はい。まあ、こんな感じですかね。使い勝手としては。あとは、データ解析自体、そのカナ上でやろうっていうふうなのもやってみたんですけど、例えば 10X クロミウムの出力をカナが受け付けられるんですけど、まあ、ただ、古いデータだと受け付けてくれないみたいで、セズレンジャーの、バージョン3の出力ファイルはなんか動かなかったですね。で、バージョン6の、解析結果にアクセスして、まあ、このファイルをカナに読み込ませたら動きました。まあ、やってみますかね。今度は、この一番目のパネルですかね。で、データをロードするんですけど、これかな。で、これか。ダウンロードした HDF5 ファイルをここで参照して、Add Data Set っていうのをクリックすると、まあ、こんな感じで内容を読み込みます。で、RNA のデータだけじゃなくて、サイトセックみたいな。ADT のデータ、またはなんか、パータブセックとかですかね。クリスパーモダリティみたいなのが用意されています。で、特定の細胞だけ、まあ、使いたいとかいう場合があった場合、ここで選択をして、で特にないようであれば、アナライズってボタンをクリックすると、解析が走ります。ここに動かなくなっちゃうんですよね、これは。ダメだな。ちょっと動いたバージョンで固定しておくってことがなかなかできないのがちょっとネックかなと思うんですけど、流れとしてはこういうふうにしてデータを読み込むと、さっきと同じような解析の画面でいろいろできるっていう流れです。あとは、解析済みのファイルがあって、その細胞を眺めたいだけ、次元圧縮とか、クラスタリングとかをカナがやり直してほしくないっていう人もいると思うんですけど、例えばスーラで解析したので、その次元圧縮の座標だったり、クラスターの番号だったり、そういうのを今後も使っていきたいから、カナに、そこら辺を再解析しないでほしいっていう人もいると思うんですけど、まあ、通称エクスプローラーモードっていうのがまあ用意されていて、
さっきの画面で言うと、上から3番目のとこですかね。それを使うと、ツーラの解析結果っていうのも、かなり読み込むことができます。でやってみて、ちょっと工夫が必要だったのがここら辺で、なんか、スーラで実行した結果っていうのは、スーラオブジェクトとして保存されるんですけど、カナーは、シングルセルエクスペリメントっていう、バイオコンダクターが定義したオブジェクトしか読み込まないので、一回そのオブジェクトを変換するっていう操作が必要になります。で、スーラがその、ための関数を用意していて、アズシングルセルエクスペリメントという関数をかますだけでいいんですけど、そうすると、シングルセルエクスペリメントオブジェクトになります。で、軽量化のために、行列、遺伝子の発現量の行列は、削除してしまって、ローカウントの情報だけ削除して、対数変化したログカウントの結果だけは残しておくと良いと思います。あと、なんか他にもいろんな情報が、この ODTOX みたいなところに格納されてるんですけど、これも削除すると、うまくいきました。なんかデータが重すぎると、カナがこう動かなくなっちゃうので、ここら辺は、やった方がいいということで、いろいろ開発者に教えてもらったんですけど、で、save-rds っていう関数で、rds 形式の、r のバイナリーファイルとして出力して、でその rds ファイルをカナに読み込ませると、うまくいきました。ちょっとうまくいくかわかんないですけど、やってみると、コードとかこれか。さっきはアナライズってボタンだったと思うんですけど、エクスプローラーモードだとエクスプローラーっていうボタンだけがあって、これをクリックすると、結果を眺めるだけで、解析は走らないという使い方ができるみたいです。ああ、こっちはなんか動きますね。はい。Umap の座標がここに出てきて、事前に、細胞のアノテーションつけてるので、アイデントとか選択すると、ここで細胞の名前が見れます。で、特定のこう細胞を選択して、こうギャラリーに残しておくとかできますし、セレクションでここら辺を選ぶとかできますし、でここの選んだ細胞をカスタムセレクションズっていう機能でこうセーブしておくことができて、そうすると何が嬉しいかというと、この右側のパネルで、これか。カスタムセレクションズを選べて、でそのセレクションに、部位的に発現した遺伝子をここで眺めることができます。でここを選んで、遺伝子を見れるっていう、こういう流れができるので、すごいインタラクティブに結果をこう眺められるのが嬉しいところですね。はい、こんな感じです。このカナを使って、どういうふうにこうデータを他の人とやり取りするかっていうので、現状としては、カナーは、この URL 先にアクセスすれば誰でも使えますし、ウェブブラウザー使えない人はなかなかいないと思うので、ここ行ってくださいって言えばそれで済むと思います。で、データに関しては、自分が解析した結果を、HDF5 ないし、RDS か ZIP 形式で、カナーが読み込める形式で、保存して、それを、その人にメールで送るとか、またはもう論文にすることが決まっているデータであれば、公共データベース、GEO とか、アレイエクスプレスとか、そういったところに、このスーラーの解析済みファイルとか、10X の解析済みファイルを置いて、それをこう、その人に、
ダウンロードしてもらうみたいな流れになるかなと思います。で、なんか理想としては、まあ、カナのこの3番目のこの、とにかくこう使い勝手を見たい人向けにこう、事前にデータがロードされた状態で公開っていうのがされてたと思うんですけど、まあ、こんな感じでこう URL を渡すだけでデータ自体もアクセスできると嬉しいんですけど、まあ、そういう使い方はまだできなそうな感じです。まあ、ちょっとそうすると、サーバーを準備するみたいなことが必要になるのかもしれません。あとは、こういう、機能が欲しいなっていう話としては、まあ、細胞のリストが欲しいなと思っていて、なんかこういう細胞を領域選択したら、発現する遺伝子っていうのはリストになってたと思うんですけど、なんか細胞の情報もそれで取っていきたいなと思っていて、なんかクオリティが低い細胞っていうのはこうクラスターになっている時とかあるので、まあそういう、細胞の、バーコード ID を、取得して、それだけトリミングするみたいなこともカナでやりたいなと、思っています。あとは、特定のその遺伝子の発現をこう見て、まあ、どっか識位置を定めて、それより、高いやつと低いやつみたいな感じで細胞を、分ける、層別化できれば、嬉しいなと考えています。これは新しい、細胞型ラベルを自分で作るという時に必要かなと思います。あとは、これはバイオコンダクターの SCHEX っていうパッケージが議論している話なんですけど、シングルセルの細胞数が増えてくると、細胞の上にこう細胞が重なって見えちゃうんですね。そうすると、本当はここに発現している細胞があるんだけど、発現してない細胞が上に重なってるせいで、なんか、うまくこう発現しているように見えないみたいな状況もあって、で、SCHEX だと、まあ、その領域をこう六角形に切り取って、その領域ごとに、平均値とか、最大値とか、なんかそういう統計量を取り出して、それを見せるということをやるので、そうするとこういうなんか組織化したなんかモザイクみたいな感じでデータを見ることができて、ここら辺で大まかに発現していそうみたいなことがこう見えるわけですね。なんで、まあ、そういった機能が、実装されると嬉しいかなと思います。あとは、細胞型をこう複数箇所選択する機能がまだ多分ないので、なんかシフトボタンとかでできると嬉しいかなと思います。まあ、なんか、例えばここと、ここを同時に選択したいってなった場合、まあ、頑張れば、ここら辺の細胞いないところをなぞって、こう、選択できないこともないんですけど、まあ、できない、場合もありますし、まあ、そういうのは、こう、一回ここで選択して、シフトボタンでもう一回ここを選択して、複数領域選択みたいなことができると嬉しいかなと思います。あとは、エクスプローラーモードに保存機能がなくて、まあ、これは単にバグかなと思うんですけど、で、なので、ブラウザー再読み込みしちゃうと、結果が全部消えますね、今の段階だと。で、なんかブラウザーのキャッシュとかで、なんかそこら辺を保存しておいてくれると嬉しいかなと思います。あとは、細胞を選択して、変動遺伝子のリストが更新されるという機能が、どれかのモードで、動いてなかったんですけど、まあ、これはなんか最近解決されましたね。あと GSEA の機能が、動かなかったりしているんですけど、まあ、これは多分まだ解決されてない話で、まあ、ちょっと今、問い合わせ中ですね。まとめますと、環境構築フリーで多機能なインタラクティブ解析環境で、かつ細胞ブラウザーでもあるかなというツールを紹介しました。まあ、これは、バイオコンダクターのパッケージとかじゃなくて、
まあ、ウェブブラウザで動く JavaScript のツールです。で、基本的な解析であればノーコードで解析可能で、今後この上でどのくらい解析ができるのか、機能拡充は、まあ、開発者したいかなと思います。で、スーラの、解析結果、次元圧縮とかクラスタリングとか、そういったものを、まあ、ブラウザでこう眺めるみたいなところが、結構使い勝手がいいかなと思います。まあ、いろいろまだバグが多いので、なんか気づいたことがあれば一周を立てておくといいと思います。で、まあ、その時に、まあ、コードオブコンダクションのところでも言いましたけど、なんでそんな、そんな機能がないんだみたいな感じで、こう、あまりこう強く言わないで、お客様目線にならずに、まあ、その、一緒にこう育てていくみたいな感じで、意思を立てていくといいんじゃないかなと思います。